これより締めくくり質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。斉藤健君。委員長。斉藤君。自由民主党の斉藤健でございます。本日は質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。時間も限られておりますので、ご答弁の方はくれぐれも簡潔にお願いできれば嬉しいなと思います。まず昨日の本委員会で質疑を聞いておりまして、いくつか確認的な質問をさせていただきたいと思います。昨日の我が党の茂木議員の質問の中にびっくりするような数字がございました。震災のがれき処理の予算で一次補正で3626億円ついておりまして、自治体の方から1518億円の概算払い請求が国の方に出ているにもかかわらず、実際にその市町村に支払われたのがですね、自治体に支払われたのがですね、なんと5000万円に過ぎないというデータでございました。パーセントにしますと、概算払いで請求されている金額に対しまして、なんと 0.03% ということで、私は正直驚きました。総理、一晩経ちましたが、この間、総理としてなぜこんなに遅れているのか、その理由を追及されましたか。そしてどうすれば改善するのか、改善方の指示をされましたか。事実関係だけ総理に簡潔に伺えたらと思います。菅直人内閣総理大臣。いや、確認したかどうかということですから、してないなら結構です。事実関係だけで。菅直人内閣総理大臣。まず昨日の議論、もちろん私も同席をしておりまして、なぜそういう、形になっているのかということで、環境大臣の方に、それが一時的にしろ自治体の負担がかかると、後で戻ってくるにしてもですね、かかるということが原因だとすれば、そういう形でなく失踪する方法がないのか検討してほしいということを指示をいたしました。斉藤君。あえて何も申し上げません。またもう一つ私が驚きましたのは、がれき処理に際してですね、ハエなどの害虫駆除、この費用についてかつて大臣がですね、災害廃棄物処理事業に含まれると国会で答弁をしていたのに、そのわずか3日後に事務連絡でですね、いや含まれないんだということを被災地に通知をしていたと、そういうちぐはぐな国会軽視とも受け取られかねない問題が提起をされました。総理は一晩経ちましたが、なぜこういうことが起こったのか、原因の調査を命じましたでしょうか。命じたか命じていないかだけ お考えください。これは事実問題、事実認識問題がありますので、江田環境大臣。この点については私は昨日その通知を私自身が承知していないことはお詫びを申し上げましたが、事実についてはしっかりとその茂木議員ご指摘のように処置をするということを申し上げました。で、確認をいたしましたら、その通知というのは災害廃棄物処理事業にハエであるとか蚊であるとかそういうものの駆除も入っております。したがって、指摘のようなことはないということでございます。安心いただきたいと思います。僕から説明、体育館やらそういったところのネズミやハエの処理は厚労省だと、がれきはこの環境省だと、こういうからネズミはハエに効くんかって僕は聞きましたが、斉藤さん。これもあえて申し上げませんが、総理がですね、やっぱりこういう事実関係について本当に大丈夫なのかということについて関心を持っていただきたいという意味でお伺いをしたわけであります。また総理はですね、先週13日の総理としての記者会見の中でですね、こうおっしゃられております。原子力事故のリスクの大きさということを考えたとき、これまで考えていた安全確保という考え方だけではもはや律することができない、
そうした技術であることを痛感いたしましたということを会見でおっしゃられております。私は官邸のホームページで確認をさせていただきました。私が理解に苦しみますのは、そうおっしゃりながらですね、一方で外国には日本の原発を売り込んでいくということであります。私の頭の中ではこれら2つがどうしても結びつかないわけであります。昨年10月に受注に成功したベトナムへの原発2基の輸出というのは中止されるのですか、されないのですか、端的にお答えいただければと思います。菅直人内閣総理大臣。斉藤議員ももともと資源エネルギー庁でも仕事をされていたわけでありますから、そういう点では原子力についても斉藤さんなりのお考えがあろうかと思います。私先ほど申し上げましたように3月11日の事故を総理という立場で体験する中で、やはりリスク安全性というのは例えば一つの間違いで地球が全部滅ぶようなリスクはこれはそれがたとえ確率が低いからといってそれでも構わないということにはならないわけでありますし、常にリスクの大きさと安全性というものはある意味その大きさによって考えることが変わってくることは当然だと思っております。私自身日本の技術であれば今回のような事故は基本的には起きえないという認識を持っておりました。しかし残念ながら予想を超えた事故があり、そして残念ながらそれに対するこれは私の責任も含めてでありますが、一つの原子力行政がそういうことを想定した形で組み立てられていない、これはこれからの原子力行政の改革につなげていかなければならないと思っておりますが、そういうことも痛感いたしました。そういう中で私としてそのリスクの大きさを痛感した中で安全性というこれまでの考え方だけでこの技術を利していくことが難しいのではないかということを申し上げました。今外国への輸出について私も3月11日以前の段階、あるいはこれは外交交渉でありますから継続的な形でこのことについて積極的に進めてまいりました。この原子力のより安全なものをどういう形で外国に提供していくのか、あるいは今ご指摘のありましたように日本の中で原子力依存を下げるあるいは下がってくるという見通しとどういう関係で物事を進めていくのか、このことについてはこれからのエネルギー政策あるいは新成長戦略を含めた中で議論が必要かとこのように考えております。斉藤君。私の質問もう一回繰り返させていただきますが、このベトナムへの原発2基の輸出、せっかく昨年10月に受注に成功したわけでありますが、これについてはこれまで通りなのか、それとも中止をされるのか、その点について伺ったんですが、簡潔にお願いを申し上げます。菅直人内閣総理大臣。今申し上げましたように、外交手続きとしては進んで、その現在進んできております。そのあり方について、きちんと議論してまいりたいと思っております。斉藤君。本件個別案件は今のところ中止しないということでよろしいですか。菅直人内閣総理大臣。今申し上げましたように外交手続きとしては進んでおります。委員長。斉藤君。そういうことであればですね、総理ご自身が考え方が変わったと、律することのできない技術だということを記者会見で明言するようなものをですね、輸出することにつきまして友好国ベトナムに対してですね、どういう説明をされるのか、私はちょっと自分の頭で思い浮かばないんですが、外交問題にも発展しかねない問題ですので、
ベトナムに対してですね、この律することができない技術だとおっしゃりながらですね、輸出をされるという点についてベトナムに対してどういう説明をするつもりなのか、簡潔にご答弁いただけたらと思います。菅直人内閣総理大臣。今申し上げましたように、これからどういう形で国際的な、IAEA との関係等々含めて、国際的な中でこの議論が進みますので、そういった議論をの中で、議論を進めてまいりたいと思っております。斉藤君。あえてこれ以上申し上げません。今日私はですね、どうしても申し上げたいことがありまして、これだけは申し上げたいと思うんですが、菅総理、この国難に立ち向かわなくてはならないときに、今の内閣の状況というのは限度を超えてひどくないでしょうか。まずまともな人事がですね、できなくなっているんじゃないでしょうか。松本前復興担当大臣の任命は一体何だったんでしょうか。本人が辞めれば済む問題なんでしょうか。私はそうは思いません。任命した人が何の責任も取らずにですね、今残っておられるわけですから。浜田参議院議員の一本釣りは何だったんでしょうか。人事にはメッセージが込められているとよく言われますが、一体どんなメッセージが込められていたというのでしょうか。何の意味があったんでしょうか。私は人事が粗雑になっていると思います。二つ目、閣内でですね、議論がまともにできなくなっているんじゃないでしょうか。海江田大臣が玄海原発の運転再開のために佐賀県に入られました。そして佐賀県知事に対して国が責任を持つから運転を再開してほしいという要請をされました。しかしながら海江田大臣の佐賀県訪問の後、こともあろうに総理が海江田大臣のはしごを外してしまいました。そういうことが現に起こったわけであります。海江田大臣にお伺いしますが、大臣が現地に行き、これほど重要なことを要請するに際しまして、大臣は事前に総理と相談しなかったんでしょうか。簡潔にお答えいただければと思います。海江田万里経済産業大臣。ちょうど前日が民主党の両院議員総会のあった日でありますから、はっきり覚えておりますが、本当はお目にかかって、お話をしたかったんですが、お目にかかる時間がございませんでしたので、電話で明日行ってくるということをお伝え申し上げました。斉藤君。私もですね、通産大臣の秘書官の経験をしておりますので、多少の土地勘はあるわけでありますが、もし海田大臣がですね、総理としっかり相談をしてからですね、佐賀県に行ってなかったとするならば、仕事の進め方として大変問題のある内閣だなと思わざるを得ませんし、またもし大臣が総理と相談をした上で、総理が大臣のはしごを外すようなことになったとしたら、もはや私は総理にですね、指導者としての資格はないのではないかと思います。そういえばサミットでもひどい出来事がありました。菅総理が世界の首脳に対して胸を張って、1000万戸の住宅の屋根の上に太陽光パネルをつけると表明をされましたら、その政策を実際に推進しなくてはならない大臣の海田大臣は、そんな話は聞いていないということでありました。こういう情報はいち早く世界中を駆け巡ります。もはや菅総理の言うことを素直に受け止める世界の首脳はいなくなってしまうのではないでしょうか。この男の話を真似受けてはならないと、どうせ思いつきだろうと、決して彼らは口には出さないと思いますが、こんな醜態を世界にさらしておきながら、全くその反省もないかのごとく、去る13日にも、先ほど申し上げました、総理記者会見で、内閣として何の検討を加えることもなく、原発に依存しない社会を目指すべきだ、将来は原発がなくてもやっていける社会を実現していくと、高らかに歌い上げました。ここに議事録がありますが、将来は原発がなくてもやっている社会を実現していく、こう断言をされております。これから検討するとか検討を加えるとか、そういう表現ではありません。断言をされているわけであります。この点はですね、後から個人的な意見だということが分かりましたけれども、だとしたら総理会見は一体何だったんでしょうか。
原子力のような極めて重大な政策課題一つとっても閣僚間できちんと打ち合わせてから発表ができないんでしょうか。こんな大事な課題なのに閣内で議論を積み上げてあらゆる可能性を視野に入れて検討してから責任ある発表をするということができないのでしょうか。こういうことが続きますと総理の発言を真に受ける人は国内にも国外にもいなくなってしまいます。あまりに軽いと思います。総理はご自身の出処進退について私は辞めるとは言ってない、若い人に譲るとは言ったけど辞めるとは言っていないとおっしゃっております。小学校3年生の喧嘩の言い訳じゃあるまいし、出処進退という政治家にとって最も重要な事柄についてこんなくだらないことを言っているような人間の言うことをもはや国民は信用しないと思います。今や総理が何を真顔で言ったとしてもそれを真に受ける国民はいなくなってきているんです。今や総理が国連で何を演説しようがそれを真に受ける国もありません。そんな総理に何ができるというのでしょうか。そんな内閣に何ができるというのでしょうか。だから内閣支持率がどんどん下がっているわけであります。最近は 10% 台前半ですかということで、まもなく我が党の森内閣が樹立した記録を抜くことになるんじゃないかと思いますが、自民党が何十年もかかって達成したことをですねわずか2年間で実現しようとしているわけでありまして、これは驚くべきことであります。菅総理、この国難に対処しなければならないこの時にですねこんな内閣のマネジメントでそしてこんな総理大臣で本当にいいと本当にいいんだと思っているのか総理のご見解を伺いたいと思います。菅直人内閣総理大臣。私は常に申し上げておりますが、私の内閣として今何をなすべきか、そしてそれがどのように実行されているか、特に現在は3月11日のまさに大震災と、そして原発事故に対する対応がどこまできちんと行われているか、私なりにいつも見ているつもりであります。先ほど来いろいろ人事のことも言われましたけれども、復旧の段階でも多くの大臣はじめ政務官ももちろん官僚の皆さんも現地の皆さんも自治体の皆さんも当然でありますが努力をし、そして現在復興という段階に移って努力をしております。100点とは申し上げませんが、私は多くの皆さんの努力で前進をしていると、復興に向かって前進をしていると、内閣として機能しているとこのように考えております。また原子力事故については昨日ステップ1が、ほぼ予定通り進行し、ステップ2に向けて、歩み始めました。非常に厳しいまさに事故でありますので、本当に背筋が寒くなるような思いも何度もいたしましたけれども、少なくともステップ1が達成されたということで、そういった意味では大きなまさに一歩であると前進をしたとこのように考えております。ここにいろんなことを言われましたが、一つ一つについてはもう他の場面でお答えをしているので、繰り返しませんけれども、私は内閣として国民の皆さんに対してやらなければならない責任を実行していると、そういうふうに認識しているので、私として現在の責任を果たしていこうと思っております。ただ私自身の出処進退については6月2日の党の代議士会あるいはそれに関連する記者会見で申し上げたことについては何も変わりはありません。斉藤君。私が申し上げているのはですね、別に党利党略で申し上げているのではなくて、我が党にとりましてはですね、なるべく長く菅総理にやっていただいた方がありがたいわけでありますが、ただこのままですね、このまま菅総理の下ではですね、危なくてなかなか一緒にやっていけないと、そういう状況にあるということを
ぜひご理解いただきたいと思ってお話をしているわけであります。我が党はこれまでも協力すべきことは協力をしてまいりました。ですが新しい体制になればこれまで以上に飛躍的にですね、協力ができるようになるということを申し上げているわけであります。今我々が直面している事態というのはこの国難に際してこのままずるずると菅総理の下で震災対応を行っていくのがいいのか、それとも一刻も早くお辞めいただいて与野党の協力の下でぐんぐんと震災対応を前進させる体制を作った方がいいのか、この二者択一の問題だと思います。私は後者の方が震災復興にとっていいと思います。菅総理はこの二者択一についていかがお考えになれるか、これで終わりにいたします。菅直人内閣総理大臣。この問題はですね、私が当事者的な立場にありますので、あまりお答えをしない方がですね、今後のためになるのではないかと思いますので、控えさせていただきます。これにて斉藤君の質疑は終了しました。ありがとうございました。